この2つの例文について説明していくねさっき習った助動詞 CAN だけど助動詞 CAN は「何々できる」っていう意味の他に「何々してもよい」っていう「許可」を表す意味で使われることもあるんだよ例えば 私の携帯電話使ってもいいよ。You can use my cell phone.You can use my cell phone. ここの CAN は、〜できるっていう意味じゃなくて、〜してもよいっていう許可を表す CAN なんだよ。また、CAN は、CAN プラス、動詞の原形の形だったよね。次の文。 あなたは彼に聞いてもいいですよ ?You can ask him.You can ask him. ここの文もこのキャンは何々できるって意味じゃなくて何々してもよい。あなたは彼に聞いてもよいのですよっていう意味のキャンになってるんだよ。次の文あなたは この文もこの「CAN」は「なになにしてもいいですよ」。あなたはきょううんてんしてもいいですよっていうきょかをあらわしている「CAN」だよ。次の文。あなたは 窓を開けてもいいですよ。You can open the window. You can open the window. このキャンも開けてもいいですよの。ここの部分何々してもよいっていう許可を表す文になってるんだよ。あなたは窓を開けてもいいですよっていう意味になってるんだよ。そしてキャンは 動詞の原型とひっつくんだよね。次の文あなたは顔を洗ってもいいですよ。You can wash your face. You wash your face. この文もしてもいいですよっていう許可を表してるんだよね。あなたは顔を洗ってもいいですよ。っていう意味の Can になってるんだよね。 キャンは動詞の原形とひっついてるんだよねそして最後の例文あなたは友達に会ってもいいですよこのキャンも「何々してもよい」っていう許可を表すキャンだよ「ミート」と「ミート」っていう動詞の原形と ひっついてるよね。もう一度最後におさらい。助動詞の「can」は「何々できる」っていう意味もあるんだけど「何々してもよい」っていう許可を表す意味で使うこともできるんだよ。